白い車入ってきましたね。カプリスワゴンです。彫刻の方が詳しいかもね、こいつ。ボディリペア店は2代目じゃない？2代目です。しかも黒。1代目はね、ちょっと動画載せてないですけども、まあ、これも遠いところから来ていただきありがとうございます。緊急的に入庫したっていうことで、カプリスワゴンなんですけども、ぐるっと見てみましょうか、はい、なかなか今じゃ見る機会ないと思う。うん、94年車らしいですね。うん、今回のメニューは、今回のメニューはですね、このリアゲートなんですけども、よく見たらですね、スムージングしてあるんですね。あ、本当はここに、そうです、ナンバーがここについてるんですけども、まあ、これ車外のバンパーで、多分ムーンとかで出てる当時の FRP のバンパーなんですけども、まあ、ナンバー移設するにあたって、まあ、リアゲートをスムージングされてるんですけども、やっぱりスムージングってね、結構後出てきやすいんですよ。で、これもそれの一つなんですけど、ちょっと色っていうか、そういうのが割れてきちゃってる。ああ、ありますね。そうなんですよ。どうしてもね、あのスムージングしちゃうとね、パテの入る量とかも多くなるし、あとこの車黒じゃん、だから日光浴びるとね、こう余計こう熱吸収して出てきやすいらしいんですよ。外保管してたらしいんですよ、お客さんが。この車を買ってから、そのようになってからちょっと出てきちゃったってことで、原因を探ってみようかなっていう。で、まあ、どういう風にスムージングされてるか正直わかんないんで、正直塗装を剥いで一番下の状態を見てみないとわからないんですけども、あまりにもこの状態が悪かったら、保険としてお客さんが純正の新品持ってきてるんで、最悪こっちに変えようかなっていう話も一応出てるんですけども、まあ、まずはこれを剥がしてみて、こっちの状態がそんな悪くなかったらこっちを修理していこうかなっていう感じで。これもともと本州になった車なんですけども、向こうで運んで車船で積んだりとかするじゃん、陸送で。その際にリアバンパー引っ掛けちゃったみたいで、ここ割れちゃってるんですよ、リアバンパーが。だからこれもね、一緒に修理していこうかなっていう感じで。あとはね、ここかな、ワイパーをスムージングしたいっていうことで、これもちょっとやっていこうかな。まあ、やり方ちょっとどうするかまだやりながら決めていこうかなと思うんですけども、まあ、メインは本当にリアゲットって感じで、ちょっとそんな感じで修理をねやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ、まあ、でも流行ったよね、スムージング。流行った、アベニールバンとかさ。そうそうそう、俺あのマーク2版昔乗ってたんだけど、あの昔のスムージングパネルってもうここからここまでなんだよね。ここからここでかぶせてくださいみたいな。ここ見るとね、二分割になってるの見えんだよね。あ、キットがあるんだ。そう、キットが昔出てたんですよ。でもさ、逆にそういう方がいいか。いや、でもね、割れてくんだよね、付け根のこういうところとか。それってどうやって止めるの？いや、多分挟むだけ。多分パテ。ああ、で一緒にこう。あの今みたいにさ、パネルボンドっていうのがないからさ、なるほどね。これはどういう風にやってるかちょっと分かんないから、まあサイズ的にはちっちゃいと思うんだけど、まあでもスムージングうまいよね。うまいと思う。全く波ないから、うん、すげえなって思って、よくやったなって。そう、割れてきてはいるけど歪みとかもねないし。そう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 、まあでもスムージングのね、やっぱりまあ弱点はこうなっちゃうんですよ。絶対なるんだよね、これね。よくボルトの穴とか埋めてもさ、出てきちゃったりするじゃん。あれなんでかっていうと、あの中から防制できないのさ。もう完全に密閉されちゃったら防制処理する場所ができないんで、溶接したところとかさ、そういうところも錆び出てきやすかったりとか、湿気が溜まりやすかったりとかもあるから、だからね、ちょっとこいつも剥がしてみて、いろいろ見ていこうと思います。という中で早速作業を開始していきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。ちょっと剥がしてみようかね。はい、よし。あ、鉄板っぽいな。
待て、なまら深いぞ。え？え、待って。え？うわ、すごい。え？ちょっと待って。え？溶接してるけど、めっちゃパテで頑張ってるね、これ。すごい。多分、真っ平らな鉄板張っちゃったんじゃないかな、これ。あの、こうなってるけど、これ無視して、ペタンって張っちゃってるから。うんうん。翔吾くん、どうする？いや、でもさ、まあでも、こんくらいついちゃうよ、ついちゃうよね。そうだね。あの、あれやっても多分、どっこいだと。そうだね、絶対ね、まあ、1ミリぐらいはついちゃうんだけど、1ミリだったらここまでは掘らないかもしれないけど、まあまあまあ、そりゃ割れるよね、これね。そう、死んでるとこだけ削る、してまたパターン。うん、一応溶接鉄板でやってるわ。この辺までいける。うん、これはなかなかだね。うわうわ、マジか。びっくりした今。え、もうさっきびっくりした。末端から、まあ、しかもペーパー名下さんみたいな。ということで、はい、うちのボスと話した結果なんですけど、まあこういうの全部ほじくって端から端まで全部パテ剥がして、これを生かしてまたパテを盛るとなると、この厚さを盛らなきゃなんないスムージングの方法になってしまうんで、新品あるんで、これを使ってスムージングした方が早いねって話だったんで、今回やっぱりこっち使います。最初こっち直すかって話してたんだけど、多分またね、パテ厚く盛ったら多分こんな風になっちゃうから、もうちょっとやり方変えて俺らでこうやった方がまだパテの量は少なく済むかなっていう結果で、こいつをちょっとスムージングで、多分ただ鉄板張っても溶接したら真ん中すごい歪んじゃったりとか低くなっちゃったりとか、まあいろいろあるんですよ、うん、なんで裏の骨を作ってあげて、その上から鉄板を乗せてやろうかっていう、うん、ここにね、こういう感じで骨をこう作ってあげて、うんうんうん、っていう感じでやればちょっといいかなっていう感じで、翔吾くんにお願いしようかなと思います。ってな感じで、はい、はい、ちょっと急遽作戦変更です。あ、はい、してた。うん、すごー、知らなかった。うこうなるんですよ、今にはホンダのステップアゴみたいな作りを90年代の絞では実はもうやっているっていう、とてもいい情報でした。すごい、はい、ということで、はい、リアゲート新品に入れ替える、私は分かる範囲でこの部品たちを外していきます。お願いします。お願いします。慣れてません。何ミリですか？32/9です。ほら、慣れています。慣れました。慣れました。おお、外れた外れた。うん、多分こっちもなると思う。取れた。万力が調子悪いっていう。こんな硬かったらもう取れないよね。うん、ほら、こ
ここに車体が入ります。こうやって、うんうん、こういう感じでこっち、そうでネジで止めるんだけども、うん、緩めるときにこの星型の工具を使ってここ止めつつ2つの工具で緩めていかなきゃなんだよね。うーん、でもあんなスペースにそれはできないと、うん、だから共回りしちゃうよっていう、ちゃんちゃんってね。隙間が欲しいんだ。うん。じゃあパテ。ちょっと低いぐらいでパテ入れるのが。そうですよね。作ったんですか。これね、外人がやってたんだよね、インスタグラムで。はいはい。ちょっと複雑なパネルをパテつけるときに、ね、ここにマスキングテープ引いてね、こうやって置いて型を作るんだよね。でそのままこうやってパテつけてたんだよ、ね、すげーと思ってさ、ちょっと俺もやってみようと思って。そうですね、この車がちょっとね、複雑な形なんだよ、ね、そうやっぱね、あの発展途上に従えてね、神様のお告げ聞こえたからね、ちょっともうやってみようかなと思って。なるほど。 ちなみにこれって何なんですか。これただのパテ。パテ、そう、パテ。あ、さっきそれでちょっと作って。そう、パテはパテよりも強しってあるでしょ。分からんけど。ちょっとやってみます。はい。絶対パタ足りないでしょこれ。さてと、君の出番だ。それで先ほどのやつを使ってと。ですです。行きましょう。あ、でもいい感じかもしれないね。いい感じかも。どうでしょう。いいんじゃん。ちょっとあのパテ足りなかったけど。
カプリスのトランクのスムージング、ようやく半分ぐらいまで進んだか進んでないかぐらいまで来ました。なんせ今夜中なんで一人しかいません。僕昼間が暑すぎてちょっとスタミナが続かないんで、みんなが帰った後一人で寂しく作業してますてな感じで、また明日も夜来て続きをやっていこうかなと思います。まあ最初のスムージングしたパネルよりかは格段にパテの量が少ないんでいいと思います。ではこんな感じでまた明日。こんばんは。こんばんは。今時間が1時37分でございますね。昼の夜ですね。夜ですね夜中なんですね今日僕ずっと夜勤です。僕暑いの弱いんで。なるほど。そう、昼間はちょっと仕事ちょっときついなと思って、はいはい、まあ、あと人数多いんでね、うちね、はい、ちょっと気持ちが落ち着かないんで集中しなきゃなんないんでそうですよね。そう、一人でじっくり自分と戦うためにやってるっていうのもあるし、はい、あと俺がちゃんといない間でもみんなちゃんと仕事できるかなっていうのも試すために、僕はあえて昼出ないで夜来てます。結構そろそろ決まってきたかなと思うんで、はい、あれからずっと、まあ、昨日まだ板金パテとポリパテついてたぐらいなんだけど、あれからポリパテ、まあ、3、4回ぐらいつけて、まあ、今最終的に面を出して、こんな感じになったんですね、うん、とりあえずちょっとこれでよかったらサフェーザーでもいこうかな、まあ、とりあえずこれ今全面パテサフェーザーってやつだね、はい、スプレーパテで、ここは今ポリパテつけたんだけど、新品パネルのところがちょっとへこみがあったんで、今ちょっとそれ緊急的に直して、もうだいぶパテこすったよかなり高面積になったけど、ずっとこれで今歪みを取ってる。丸っこいからね。丸っこくて反ってるから。斜めにやってるんですね、ずっと。そう、パテね、やっぱ斜めが大半多いかな。斜め7割、横2割、縦1割みたいな、まあ、そんなノリで研いでます。の方が面積的に多く研げるのか、どっちだった方が。いろんな方向からやった方が偏らない。こうしちゃったらここだけが尖がさっちゃうから、ここに次デコができるんだよね、だそうなんないようにこう、いろんなところから縦と横を足すみたいなね。特にこれね、スムージングさ、ほったらでっかくやってくからさ、歪みとかね、どうしても溶接の時に出ちゃうんで、まあでも翔吾くんが極力、まあ、最小限で抑えてくれたから、まあ、かなり綺麗にまとまってくれるんじゃないかな。あとは俺の仕事だね。そう、とりあえず今日でリアゲートは終わらせちゃいたいのと、まあ明日ぐらいからこのワイパーカールスムージングしてもらったから、はい、これね、ワイパーカールとあとリアバンパーだね。リアバンパー割れてるから、
ぱその修理を明日ぐらいからやっていこうかなみたいな、ちょっとそんな感じで。よろしくお願いいたします。あ、まだ眠たくないから俺ちゃんとあの昼間寝てきたんで。じゃあ朝方まで。そうだね。いや、もうタフ入れるわ。お、もう今これ研ぎ終わったら査定差入れちゃうからちょっと待って。はいもうなかなかいい線いってんじゃないか。おお、いいね。もういい線いってんじゃない。スムージングっぽくなってきたね。もう一息って感じだね。もうちょっと歪み取りたいかな。ここら辺かな。もうだいぶ良くなってきたよね。変わりますね。うん、ナンバーがついてたとは思えないよね。いいんじゃない。いいんじゃない。とりあえずこれで一回乾かして、はい、また明日ね夜来て、はい、トイレって最終のサフェイサーになってこうかな。いいね、いい。明日みんな来た時に、うわ、サフ入ってるとかって言ってんだべね。なんとなく想像がとりあえずそんな感じで今日は終わりたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、とバンパー FRP 割れてましたんで、今回は UV パテとアラミド繊維4枚ぐらい直したので、これがあるとこういうね修理も簡単ですね。乾燥時間も早いし1時間ぐらいで終わっちゃうね。ワイパーの穴も無事に埋まりました。これが 裏ですね。とあとはリアゲート2回目のサフェーサー、だいぶいいと思います。めちゃくちゃいいと思います。
たんですか。いやー、やっと結構組み上がってきたね。ね。めっちゃ。もうリアゲートのおかげでもう。ゲロ吐きそうだ。めっちゃ疲れた。何も疲れた。すげえ難しいこれ。やばいね。もう何時？もうね、12時超えてる。まあ、朝からやって12時だからね。思ったそう今。夜からさ。まあ、でもあれだよね。7時ぐらいからやってるから。そうだね。そうだね。やばい時間かかっちゃったね。まあでもかかるわ、うん、まあでも手慣れてたらそんなかかんないんだろうけど、この車で手慣れることって多分ないでしょ。もうやることはない。俺らもだってこれ初めてだね。話すなんか今の足踏みが大変だったから無事に終わりました。終わりました、ね、パクリスワゴン、今回はスムージングとバンパー修理とあとワイパーカールのスムージングですねの3点って感じで、まあ言葉で言うとすごい簡単そうに見えるんですけども、まあ、めちゃくちゃ大変だったよっていうのが、まあ、今回の仕事でした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、早い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 。じゃあちょっと説明してくか。上から見ていきます。上から見ていきます、はい、ここにワイパーがこうね、こうやってついてるんだ、ね、ここのこのバゴーンってなってる、こういう感じでね、あの翔吾くんが綺麗にスムージングしてくれたんで、あのパテがサクサクするんでよかった。まあ、わかんないよね、うん、あの当初はね、ワイパーのあの丸い部分だけ埋めるよって話だったんだけど、はい、ちょっとまあ、うまくできそうだったら全部やっちゃいますって話だったんですけど、まあ、うまくできたってことで、あの、まあ、バッチグですね。うん、なんかね、これルーフレールとか埋めてるこの部品らしいよ、ムーンアイズで出してるのか。ああ、そうなんですね。まあこれに合わせて、まあ、フラットにしたいよっていうお客さんの要望でしたね、うん、で、まあ続いてこのリアゲートのスムージングですね。まあこれ大変だったね、まあ、板金はね、翔吾くんがうまいことね土台から作ってくれて、あとは俺がパテ、まあ2日ぐらいかかったかな、大体で、サフも2回塗ったりとかね、まあいろいろ面出しも大変ですよ、ブラックなんで。いやブラックですもんね。ブラック大変ですよ。でもね、横から透かしたら歪みないんで、ちょっと見て、多分かなりいいと思うよ、マジで。今回クオリティ高いと思う。で、前のリアゲートよりかはあのパテ入ってないと思う。でもね、前スムージングした人もめちゃくちゃ上手だと思うよ。パテはすごい分厚かったけど、はい、すごい面でしたからね、まあ、すごい上手だと思う。まあなんかもともとひびは割れてなかったんだけど、まあ外の炎天下によりひび割れちゃったみたいなんでね、まあスムージングやるとやっぱりいろいろトラブルは起きやすいんでね、まあ仕方ないのかなっていう部分はあるかもしれないですね。はい、はい、多分ね、2ミリぐらいしか入ってないと思う、パテも。そんな分厚く入れてないんで。あとはバンパーかな。バンパーここら辺割れてたんだよね。ね、
まあちょっと車高が低くて、なんか陸走かなんかで引っ張るときになんか割っちゃったらしいんだよね。だからそれも今回直して、で今回ね FRP 使わないで、まあ、UV パテとメッシュ使って修理したんで、まあ、こっちの下地、まあ、実質30分ぐらいで終わっちゃったよっていう感じのレベルで、これ確か2方向に開きますよね。そう、こっちにも開くし、まあ、こっちにも開くんだけど、まあ、ちょっとしたその立て付けとかそのロッドの長さでね、まあ、こっち開いたらこっち開かなくなったりとかね、3、4時間ぐらいやってさ、昨日夜中の2時ぐらいまでやってて、もう2人でも白目向けながらやってたんだよね。こんなだよ、もう本当に大変だった。まあなんとかでもね無事に治りましたねってな感じで。いやでもねこの車はね比較的に全体的に綺麗でね、さっき洗車してる時俺チラって見てたんだけど、もう超水弾いて、もうかなり個体としては綺麗なんじゃないかな。もういい買い物したと思いますよ本当に。だってねステアリングもホイールもバシッと決まってローダウンして、もう言うことなしの車ですね。そうですね、うん。まあそんな感じでね、今回まあカプリスワゴン、まあ本当に懐かしい車ですよね。うん、僕たち、まあ、少年時代はやっぱこういう車見て育ってきたんで、まあ、こういう車がまた再起できるっていうのは本当にもう今ではねすごいいい経験させてもらいました。今回の動画面白いなと思ったらチャンネル登録と高評価の方ぜひお願いします。お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。ありがとうございました。これだいぶトークうまくなってきたな。今日噛んでないよね俺ね。あ、そうです、噛んでないですね。やっぱワゴンだな。かっこいいな。かっこいいわ。かっこいいわ。長いわ。かっこいいわ。長い。走ってると見ちゃうね、こういう車ね。